アドラー KFZ13 は第二次世界大戦前に採用されたドイツ国防軍の装甲偵察者である。正式名称はマスキーネン・ジェウェクラフトワガンイコール機関銃車13型。ドイツは再軍備のために1929年から偵察用の四輪軽装甲車の開発を始め、完成した。それは1932年に KFZ13 の名で量産が開始された。 当時の技術や予算の関係上、専用のものではなく民間の乗用車である、アドラー車のスタンダード6シリーズ 12NRW のシャーシが用いられ、これを 5mm 厚の装甲板で補強、車体構造物を 8mm 厚の装甲板、溶接組みで構成した。車体前方の機関部正面のラジエーターは、格子状の装甲で守られていたが、点検用に開口する側面と、 上面は非装甲であった。キャビンの全体的な形状よりニックネームはバデワンネと呼ばれた。パンザースポーガン KFZ-13 デューリング V リーナドメントオブバトルオブマラウィ2012戦闘室はオープントップ構造で KFZ-13 には当初 7.92mmMG-13 軽機関銃、あとに MG-34 機関銃が全周回転台座に 小型棒立てと予備弾先発と共に搭載され、機銃座の稼働範囲はマイナス35度から65度であった。また乗員用の副武装として 9mm エルマ、エンプ、後に MP38 が車内に装備されていた。KFZ13 の乗員は、社長兼務の操縦士と搭載機銃士の2名のみであったが、臨時に後部に数名を乗せることもできた。 KFZ14 の乗員は操縦士と指揮官に追加して無選手の3名となった。本社は 60HP のガソリンエンジンで路上最大速度時速 60km を発揮したが、元が民間用の後輪駆動のみの4 2シャーシであり、オフロード性能は望むべくもなかった。これは武装を外し無線機を搭載したバリエーションである KFZ14 も同様であり、このためより、 本格的な軍用四輪駆動車足を使用する SDKFZ221、SDKFZ223 が開発され、1938年から装備の更新が始まっている。KFZ13 の生産は2年間に147両で、機械化創作大隊に配備された。1935年、 より本格的な四輪走行車である SDKFZ-221-223 が登場すると補助車両に格下げされ、さらに未機械化師団の偵察部隊に払い下げられたが、第二次世界大戦開始時のポーランド侵攻には相当数が実戦投入された。その後は広報警戒任務や予備役に回されている。ありがとうございます。